ですか。で、こちらを上にして横向きになっていただきます。ここでモーションパルペーションですね。内繊維にして外転をさせていく中で極下下の皮膚を触れてもらいたいです。触れた状態で動かしていくとテンションが高まってくるところっていうのが見つかります。見つけ方はそんなに難しくないですよね。あの極下下に手をポンとくっつけた状態で、あの手こうやってピッて内繊維で上げてくると突っ張ってくるから分かります。こうやって突っ張ってくるとこうやってコリコリやると痛いですかっていうと、はい、OK、こういう風になるんですね。そしたらよいしょ、今日ですね、そのまんま基本的には屈曲方向に上げていきます。スーッと上げていきます。で、腕が水平よりも上がるかどうかみたいな角度で一応の視界を見ですね、そこから外転、内転、外転、軽度外転ぐらいでかかってくるかな。そこ痛む、さあ、戻します。で、今どうだろう、1割です、うん、ありがとう。で、ある程度痛みの緩和ってものが見られたところでまたこっちでしてみましょう。で、それが見られたらもう一回よいしょ、内線での外転っていうのを見てみると。で、そこで改めて根治線以下が残るんであれば、テンションが高いところが残るんであれば実際の身長刺激をかけていくってことになるんですけれども、伸長して伸びてってほしい側に引っ掛けます。ここはあの小さくストリッキングかける感じですね。高血をギュッと引き伸ばす感じ、あの机の上で消しゴム玉にしてギュッと潰す、潰したことあるでしょ。こんな感じです。ギュッと削って潰して、そこから伸ばす、内線で。